さあ今回も始まりました、マッパツヤングの今が勝ち抜き。よっしゃーよっしゃー来た。今回は三里店にお邪魔しております。久しぶりですね。久しぶりだよね。この勝ち抜きになってからは初めてとです、ね、ということでございますが、はい、さあ今回の資格は四天王の大将、カオリッキーさんでございます。大将です。まあもう言って言って、どんどん言って。まさかのその前がルーキー酒井さんで言えるはずがない。聞いて怯えました。私四天王の名前を聞いて、なんで私ここにいるんだっていう。本当に冗談通じない人だからね。怖い怖い怖い、にこやかに終わっていきましたから大丈夫ですよ。私酒井さんプライベートで仲いいんで大丈夫だと思います。はい、しょっちゅうボート一緒に行ってる。酒と思いますけども知らん知らん誰だ。なるほどなるほど。いやもう見事な活躍でございました。ありがとうございます。パチドキチーム0に対しては企画チーム112ということで、まあ素晴らしかったんですけども、だって大将ですもん。もちろんそうですよ。さすがです。さすがです。もうね、期待しておりましたが、その通りの実力を発揮していただきましたが、はい、さて今回打つ台でございますが、まあ、逆転もあり得るんじゃないかということで、ガロゴールドストームショートよっしゃございます。どうですかりんちゃん、ゴールドストームショーは。いやもうなんか勝てる気がします。おお、はい、強気だね。どの口がそれを言うんだ。おい、なんか感覚なんですけど、なんか勝てそうな気がします。そうですか。ちょっとお前そうですか。ほんと、右商売向いてるからやったほうがいいよ。今回のラッキーエースですけれども、ダブル金色リーチということでございます。はい、はい、まあどっちか当たれば、そうだね、その時点で大当たり、はい、2つ当たればもう ST 獲得ということでございますね。はい、こちら、どなたが出してもパチドキチームに1ポイント入ります。うん、逆転あるからね。はい、もうもちろんありますよ、2人でね。ST 入れちゃえば、そうそう、16に参加せばいいんだ。いけます、いけます。はい、うん、さあ、本当かな。あ、頑張っていこうぜ。頑張りましょう。レイのポーズ分かりますか。外側ですか。ね、はい、大丈夫です。外側が下。こちらです。大丈夫ですか。大丈夫です。じゃあ行きます。いいですか、もうレイのポーズで。お願いします。せーのなしでね。万発ヤングの今がパチドキ。見えておりますけれども後半戦でございます。はい、はい、頑張ろう。カオリさん、このまま突っ走ってください。はい、行きましょう、行きましょう、頑張ろう。ゴールドストームショーはどうですか。何ですか。成績は、成績は初当たりが異様に引けてるんで、うん、連チャンには恵まれてないんですけど勝ってる感じ。おお、最高なら5連です。5連、はい、初当たり20回ぐらい引いてるんですけど、でもまあまあ5連すりゃ上等だろ。本当ですか。おお、10連ぐらいする人いっぱいいるから、それぐらいしたいなって思いながら。でも今日はカオリさんするんじゃないの。いけそうでしたよね。倒れるかも。おお、どうやって顔が出たかまで見てなかったんですが、あーで待ってる待ってる、黄色、あ、そうだ、緑、あ、このままだとちょっと弱いかな。チャンスアップは一個もない。緑だ。あ、おせよ、おせよ、おせよ、リンちゃん。はい、外れました。どうだ。リンちゃんはね、多分今ざっくり当たったと思ったと思うんですけど、当たらないんですよ、だから残念。てってー、残念でした、リンちゃん。残念。ドキドキした。ドキドキしたよね。ドキドキをね、ちゃんと報いてくださいよね、まあ、やっ
発といえばドキドキですからね。そうですよ、ドキドキをあなたに。ドキドキしました。ドキドキをあなたに検索してくださいね。ドキドキ安田でお願いします。赤保留の音がした。赤保留つきました。突然赤突然赤になった。ショータイムですね。佐々木さん、バロフラ緑、バロフラですね。バロショータイム。さあでも赤ってことは発展しますよね。しますね。初代ちょっと期待が。さあどれになるかな。どっちだ。あさあバーチャルの球が入れば本敷の方です。さあパチンコです。さあ V に入れ。さあ弾かれる。弾かれました。金色、金色の方ですか。そうでした、金色でした。そう今回のゴールドストーンはね、保留変化割と起こるんですけどね、それで信頼ちょっと下がったかな。お二人だ。大崎です。でもね、保留は変わらずだし、ちょっとどうかな。万博さんぐらいすごいな。元気だけはあるんだよな。おお初代40%ありますね。さあどうかな。他の人は絶対ないからね。あっさり当たりますね。当たってほしいな。うわー外された。残念。今じゃないんだ。さっきの赤オリンピックに取りなくて残念でした。何がだ。いや今回だって一番最初にリンちゃんが剣出たでしょ。 あれ映ってますよね。映ってるのも、悔しいな。そうですよね、やっぱり俺映らないな。当たりを取ればいいんだ。まあまあそういうことですけどね。当たりを取ればすんだ。俺か今の誰だ今の。おゴールドストーンショーからの、おー一応発展か。うーんどうかな。いけさあタッグ消えろ消えろ。さあ安全にジャンジャンあリアンジャンジャンリア付きチャンスアップ。皆さん映ってる、映ってる。皆さん映ってる、映ってる。あれこれ金でしょ。これ金ですよね。黄色です。あー、いった、いった、いった。あー、みんちゃん発見です。割とある、割といける。もう
この堀内何ですか。これは白のまんまなんですよ。マテンシ君出た。出た出た。あれ持ってかれる。持ってかれる。いやそれは持ってかれる。当たってないから、まだ当たってないから、まだまだだよ、まだだよ。チャンスだから、いらない。頼む、赤来い、赤、青、青。あの二人組、あーブライズ、うん、いいよ、このカメラだけ俺を抜いてくれ。あとみんな向こうでいいから。いや、銀ちゃん当たるよ。当たりそうな雰囲気だ。これは当たるかもよ。これは大丈夫そうです。こっちは当たらないから。いやー、ちょっとせーの。はい、残念、伊田さん残念。まあ、分かっておりました。分かっておりました。これもう次誰がガロショーリーチに行っても応援しましょう。そうしよう、そうですね、相手チームでも応援しよう。ここまで出ないと、もうザルバーで、あ、ザルバー、何にもなさそうな雰囲気よ。あ、でも幅多め、リーチになるだけだから。喋ったんですか、まだ。いや、もう何にもないです。元気になっただけです。あ、誰、突然顔、突然顔、あ、来たー、ギャロ保留来た、ギャロ保留頼むぞ、頼むぞ。うるせえよ、こっちが終わってからにしてくれよ。ヤロホリュー、ずっと釣りにしろよ。ヤロホリュー、ほら、決して目を離せ。いいいい、だからもう両方当たっちゃおう。本当ですよ、両方当たっちゃおう。ほら、キリンだ、キリンだ、キリン上司は、キリン上司いけますよ、キリンリーチ。さあ、頼むぞ。ヤロホリューは当てたい。まだフラッシュ、外したら怖いよ、ちょっと。いやー、本当ですよ。8割ありますからね、ガロフォリー。いやー、2人とも当たりそう。ね、2人とも。もうそれでいいです、それでいいです。はい、当たりましょう、とにかく。当たりましょう、みんなで。もう、すっごちゅう。あっ、すっごちゅう。あっ、ないからね。まあまあ、ここはもう何でもいいよ。ズレルの折り込んだので、リンちゃんを見せよう。まあまあ、アニメから、アニメから。この方がいいです、ね。アニメから、アニメから。信頼度上がります。とりあえずフラッシュだ。じゃあ応援しよう。頑張れ。伊田さん、リーチだよ。今のところまだいける。長いな、リーチ。はい、音楽で。あ、はい、一応入った入った。だったらもう後半も入っちゃえ。はい。緑緑。万歳万歳の良いだと。万歳。
い、まあまあいい、もういい、ガーロフラッシュ、嫌な予感だ。あ、緑強い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 、緑強い、お願いします。はい、落ちが見たい、ふっといのでお願いします、ふっとい方でお願いします。細いか、おお、まあいいぞ、押していきます。おお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 もうこれでいい、これでいい、これでいいです、みんなの思いが一つになって、よかったー、よかった、これでホッとした、安心して、お渡りが作ったのは、ひとまずひと安心、わかりました。じゃあ帰り入れちゃってください。はい、そうだそうだ、嬉しい、この際リアンを救え、リアンの方だぞ、読めよ空気、読めよ空気。いや、まだ分からん、まだドックンドックン入るかもしんないから、はい、通常でございました。引き戻しがありますよ。そうだそうだ、そうですね、ちょっと気を落ち着けよう、引き戻しましょう。お、アイテムアップ、あー、でもショータイムか、ちょっと問題ない招待、でも5回に1回当たりますから、5回に1回、意外と油断してるから、青のまま、ピピピピピピ、いけですよね、マイラスですよね、マイラス、やったー、おめでとう、イエーイ、やったりは、イエーイ、もう今日我々応援団から、ありがとうございます、すごい、いやー、やりました、やった復活あたり、伊田さんのリベンジ、帰ろ、よし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 、いいぞいいぞ、大将、さすがや、さすが、確かに一番今日出そうになってる、今日結果的にやった、入りました、いやー嬉しい、もう香里さんお任せします、あ、金ですね、はいはいはい、刺さりますね、あー刺さって、タッタッタッドーン、危ない、からの7、からの7、よし、すごい、やっとまとまった出玉を得られました、でも黒なんです、あーガロケいけるかな、よいしょ、よいしょ、よし、うまい、当たるなー、すごいな早かったですね、早い、すごいねー、
あら、ショータイムいった。お、さあショータイム頼む、初代でお願い。そう、わかんないっす、わかんないっす、まだ。もうそちらのタイミングで、はい、もう終わり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 、そう、終わり終わり終わり、雑すぎる。はい、ということで今日の勝負は、はい、タオリキリさんです。またね、ありがとうございました。おめでとうございます。はい、皆様お疲れ様でございました。お疲れ様でした。すみませんでした。なんもなかったですね。すいません。もういや、香織さんすごかったな、やっぱり。本当ですか。いや、最初は何も起こらなかったんでどうなることかなとは思ったんですけど、なんとか連チャンしてくれて素晴らしい。はい、ありがとうございます。私も今回ちょっと仕事させていただきまして、2回行って、ね、ST も入れまして、はい、頑張りました。我々四角チームのトータル156ラウンド、まあまあ検討しましたよね、これ、はい、十分だと思います。はい、はい、まあまあほぼね、ほぼ香織さんの力なんですけども、そんなことないですよ、井田さんだって出してくださったじゃない。いや、まあそうですよ、まあ、2人力を合わせてということでしょうか。応援したじゃん、最後ね。そうです、そうです、もちろん感謝はしてます。もちろんありがたいなと思いましたが、そんな中、あなたたち2人、まあまあいいですよ、前2人並んでいただいて視聴者の皆様に、はい、今日のポイントを。今日のポイントですか。今日のポイントはね、はい、やっぱりりんちゃんのこのね、はい、笑顔。そうなんです、ポイントでございますね、はい、そこを見ていただければ。バランスボールも持ってきますんで、もらって跳ねるのでお願いします。それで許してください。そう言う、そっちがついてねえだろ、お前ら。いやいや、いや、そう言ったらやらなきゃしょうがないなって今思ったんですよ。じゃあボールになっていただけますか。ボール違う、それは自分がボールになるべきだろう。そこは喜んでこう、いや、膝をついて、いいです、ご褒美ですけど、いいです、喜んで膝ついて上に乗ってもらえばいいんだよ。こういうことが大好きで、ジェネさんの大谷一番初がジェネさんに、どこに乗っていただいてもいいか。なんなら上も来ますから。はいはいはい、座って座って、リンちゃん、これバランスボールだと思って、これ天下の大崎一番パスですからね。やったー、バランスボールが、もうちょっと全神経を背中に。あ、バランスボール。ごめんごめん、よろしくお願いします。いつまでやってんだおい。ありがとう、ありがとうってなっちゃったけど、いいですか。はい、戻って戻って、すごい、もうこれは一生の思い出になっちゃった。こんな大先輩、そうなんですよ、こんな姿見たことないから。香織さんもやります。じゃあ私下ですよね。香織さん、僕ちょっとこうあの圧死する可能性がある。やめてください、本当に。いや、ということでね、関係ないことが骨しては、はい、パチトクチーム今回0ポイントということで、残念ながら前後半チームでゼロって勝つってあった、うん、演出もなかった、もう全然ない、それは。ないんです、初です、初。
いやもうだからポンコツだって言ったじゃないですか。でも今日すごくわかりました。わかりました。私も、ね、じゃあ出たことあるっけ今まで。いや私一人ではよくあることなんですけどそうなんですよね。だから本当ですか。でも今日本当に出てほしくて出なかったから、うん、本当にポンコツなんだなって今日いじめない。なかったんですよ。ようやく自分でわかりましたか。わかりました今日、はい、いや香織さん、はい、今回勝ちましたので、はい、ぜひとも次回のシーズンでも ありがたいです。よろしいですか。うん、嫌じゃなければもちろんもちろん、ね、お越しで、はい、も私もテンション上がりますんで、うん、ありがとうございます、はい、さあ、はい、いよいよですね、はい、四天王戦もこれで終了しまして、ラスボス戦残すは一戦のみということになります。なんか想像がつかないんですよね、うん、どうしません、ボスね、もう結構な大御所の方々出ていらっしゃる、うん、まあまあそうですよね。ライターここまででもうね、なんか多分酒井さんがラスボスじゃない三世の社長さんとかじゃないですか、マジですか。それは我々などうもできないじゃないですか。入れない入れない。どなたなんでしょうか。どどんこの方です。おあバー本物原口あきまさん。これ冗談かと思うけど本当においでいただけるんですかね。そういうことですね、はい、ラスボス、ラスボスですね。ぴったりや、ぴったりや、ね、まあ、久しぶりに皆さんね、はい、本当です。そうだね、久しぶりです本当に、ね、数年ぶりです。でさあこのラスボス戦ポイントが、うん、何ポイントあるのかっていうことで ね、はい、そこも含めて、はい、次回ぜひともね、うん、ご覧いただきたいと思います、うん、熱湯ですからね、はい、さあということで今回もパチドキポーズを決めて締めたいと思います、うん、よし、間違えないでよ、はい、外がした覚えました、うん、そうでした覚えたね、いきますよ、はい、万発ヤングの今がパチドキ。チャンネル登録お願いします。